はい、本日はですね、視聴者の方5000名に聞いたおすすめの大人が持つべきリュックをご紹介していきたいなというふうに思います。はい、最近恒例のですね、アンケート形式のね動画を作らせていただいたんですけども、今までね、バギーズショーツのカラー何がいいですかとか、ノースフェイスのアイテムやったら何がいいですかというふうにアンケートさせてもらったんですが、今回は大人が持つリュックですね、大学生じゃないですよ、大人が持つべきリュックっていうのを調査させてもらいましたので、そちらのランキングをね発表していくというのが本日の流れということになっておりますので、早速ご紹介していこうかなと思うんですが、今回のランキングはもう僕思ってへんランキング結構出てますわ。これ聞いたことないなみたいな、このブランド聞いたことないなみたいな感じのブランドやけど、ようよう調べてたら、あ、確かに僕の視聴者の方はお好きな感じやろうなっていうところでね、なんかこう一致したような感じのがあったりするんですよ。で、1位に関してはもう圧倒的、あ、これはちょっとレベルちゃうんやなというふうに思ったんですけども、まあそんなランキングがありますので、いつも通りね、ご紹介していこうということで、第7位から順番に7、6、5、4、3、2まで行って、ほんでもって、番外編というか惜しくもランキング外になっちゃったやつがあるんですっていうのをご紹介だーとしていって、ランキング1をご紹介しておしまいということでいきたいなと思うんですが、今回ご紹介していくっていうのが、応募したのがね、もともとブランドじゃなくて、どっちかというとリュックの個別、例えばノースフェイスじゃなくてノースフェイスの何のリュックなんかっていうのをね、いろいろ聞きたいなと思ったんですけど、もちろんね正式名称がわからない方とかも多数いらっしゃったりしますので、このランキングの中ではちょっとブランド名だけっていう場合もあったりはするんですけども、その辺はねご了承いただきたいなと思います。ちなみにこのリュックの5000名アンケートというのが、意外とノースフェイスの時のアンケートの人数が4000名に参加してもらったんですけど、4000名の方ノースフェイスより多いんですよね。5000名の方にランキング参加してもらったということで、本当に皆さんいつもありがとうございます。僕はねこのようにね、今この部屋にあるだけでも2、4、5個リュックがあったんですね。で、自宅にもリュックがまだあったりするので、リュックってお好きな方はね何個も持ってはると思うんですけども、コメント欄とかでもね、リュックなんて持つのは大人じゃないぜっていう風にね、コメントいただいた方もいらっしゃったんですけど、一応大人が持つべきということになってますので、いろんなね考え方やったりとか、いろんなね中二病とかね、そういうのがあったりするんですけど、その辺はちょっと一回置いといてご紹介していこうということで、まず第7位に行きたいなと思います。では第7位というのがですね、こちらにはないんですが、ポーターというのも結構がですね、ポーターというとですね、吉田カバンとかね、ポーターとか言ったりすると思うんですが、最近ね洋服とかでもあると思うんですが、リュックの名称とかはもうほぼほぼあんまなくて、ポーターで投票されてる方が結構多かったんで、ランクインしたかなと思う感じなんですけど、僕もねこのポーターには一つ思い出があってね、高校1年生の入学した時に、当時の家庭教師の先生にね、入学おめでとうということで、第一希望の高校ではなかって、もうどんどん落ちて下の方の高校しか受からんかったんですけども、そこの高校おめでとうということで財布をいただいたんですね。で、その財布っていうのがこのポーターの財布をいただいたんですが、当時って高校生ってね、ちょっと大人っぽく見せたい、俺はちょっとイケてるんだぜ、大人なんだぜ、子供ガキとは違うんだぜって思いたいガキじゃないですか。だからね、その時にもらった財布っていうのがマジックテープのビリビリのポーターのタイプやったんですよ。でもポーターとかって、ブランド的にはねちゃんとしたメイドインジャパンのね、ものづくりしてはるところやから、知ってる人からしたら、ちゃんと A ブランドやんってなるけど、当時の僕らしたら、マジックテープのビリビリがね、高校1年生の僕にはものすごい嫌やったんですね。で、ちょっとませてるね、ビトンの財布持ってる子がおったんですね、男の子で。で、その子喋ってて、俺、ポーターのビリビリのやつ、家庭教師の先生からもらって、もらっても嬉しいんやけど、このビリビリが俺気になんねんな、みたいな。めっちゃポーターいいや、みたいな。俺のビトンのやつと交換するっていう話されて、ほんで、するするする、したいしたいしたいって、交換しようって言ったんですよ。ほんでね、一回家帰ってね、家庭教師の先生の顔が浮かんできたわけなんですね。あの女の先生優しく教えてくれたなとか、たまには怒ってくれたよな、その先生がくれたポーターのこのビリビリはちょっと気に入らんけども、ポーターは思い出がある、やっぱり無理やと思ってね、次の日ってね、ごめん俺やっぱりビトンよりも大切なもんがあったわって言ってね、ポーターの財布を交換せえへんかったという思い出がありますので、多分おそらく今実家にあると思うんですけどね、そういった思い出がポーターにはあるということで、今回のリュックのアンケートには全く関係ないお話をさせてもらってったんですけど、そういう僕にとってもちょっと縁のある財布というか、縁のあるブランドというか、そういうことがありますので、そのポーターがランクインしましたということなんですが、ただリュックのね数がめちゃくちゃ多いから、どのリュックが人気なんかっていうのははっきりちょっとわからんかったんで、これはね特にレビューするつもり今後もないんですけども、第7位にランクインしてたということで、次のね第6位に行きたいなと思います。では第6位というのがですね、
アークテリクスのグランウィル16ということになってますね。でこのグランウィル16っていうのもアークテリクス、僕結構リュックこのブレードとかねマンティス26とかアロー22とかあるんですけども、グランウィルは今まで買ったことなくて買おうとも思ったことなかったんですけど、この表今回の中でもまあまあぼちぼち表入っててね、あ人気のリュックなんやなということで、今ここにね画像出てると思うんですけども、これはねまた近々ご紹介していきたいなと思います。いろいろアンケート経由でね皆さんに教えていただいてレビューするものって結構増えてきたんですよね。だからそれは本当ね日頃から皆さん感謝します。ちょっと偉そうな態度でね、ソファーのところにこう記事かけて偉そうに言うことじゃないんですけども、本当に皆さんご協力いただいてねありがとうございますという気持ちはちゃんとありますのでお許しくださいというのが第6位のグランウィルということになってます。でアークテリクスはね実はまだここからランクイントップ7とか入ってますのでご安心くださいということで、何も安心するかわからないけど、アークテリクスも結構多かったんですよ。アークって入ってるだけのやつも結構多かったりしたんで、まあそれはね後々入ってくるんですが、次第5位に行きたいなと思います。第5位というのがですね、以前ご紹介したことあるエアというカバンのブランドになってます。これはね以前紙リュック参戦というのでご紹介したことがあって、そのうち僕一つ買ったのがブラックエンバーというね今も使ってるリュックなんですが、それ今ちょっとここないですけどね、まあ、それはランクインせずにエアというのがランクインしました。でこのエアがランクインした理由というのがおそらくなんですけども、なんか最近パッて見たらね、中田敦彦さん YouTube 大学されてる中田敦彦さん、あっちゃんさんね、あっちゃんさんっていうその前田敦子みたいになってくるな、前田敦子さんじゃないんですけど、前田敦子さんじゃない方のあっちゃんね、あっちゃんが動画で喋ってはって、あっちゃんっていうのもね同じ YouTube してる人として、お前あっちゃんって偉そうに言うのがどうなんと、向こう何百万人ものにこっち数万人しか来なくてあっちゃんと偉そうに言うやない。中田敦彦さんが、なんかリュックでねエア使ってはるっていうのをなんか動画で言ってたらしいんですよね。でそれで視聴者さんから、以前拓造さん紹介してはったエア中田さんも紹介してはりましたよって言ってはって、あそうなんですねということで、もしかしたらそれも影響あってランクインしてるかもしれないんですけども、エアーに関してはこのリュックっていうのはないんですよ。エアーっていうのがめちゃくちゃ多かって、まあ、エアーはそんなに数も今めちゃくちゃ種類があるわけじゃないので、これから多分人気が出てくる、まあ、ブランドの一つということで、まあ、もうね人気が出だしてるかなと思うんですけども、まあ、これがランクインしました。だから第5位がエアー、ちょっと人と違うやつが欲しいとか、まあ、人より最先端のやつが欲しいっていう方はですね、以前ご紹介したまあ、エアーとかブラックエンバーとかその辺はいいんじゃないかなというところが第5位ということになりますね。で次第4位に行きたいなと思います。では第4位というのがですね、ミステリーランチのアーバンアサルトになります。これもちょっと変わった形しますよね。特にミステリーランチってご存知の方多いと思うんですけども、僕もねこのヒップモンキーとか持ってたりするんですけども、いかにもアメリカっぽい、なんか米軍っぽい感じの作りになってて、このアーバンアサルトも、ちょっとまあ軍隊っぽいような仕様になってるんかなと思うんですが、まあ、このリュックはね本当にミステリーランチといえばの代名詞的なリュックじゃないですか。でちょっと開けてみると、ちょっとガルウィング的なね、こういう両サイドにパカンって開くような感じになってると思うんですけど、まあ、それが特徴的なバッグになってるので、リュックになってるので、ね、まあ、アウトドア系の方とか、そういう機能性がお好きな方とかにはこうぴったりリンクするような感じのリュックっていうところでランキング入ったんかなと思います。ただこれは完全にあれですけどね、もうカジュアル感めちゃくちゃ強いから、私服で合わすっていうのももちろんできるとは思うんですけども、よりこうキャンプとかその登山とかそういったシーンとかで合いそうですよねっていうのが第4位という、当たり障りのないような感想を一応言っときましたけども、まあ、そんな感じになって、次第3位に行きたいなと思うんですけど、これ第3位ね、僕初めて聞いたブランドなんですよ。今までこのブランド知らんかったわっていうことなんですが、もしかしたらこれゴルフラインとかもあったりするので、ゴルフされてる方はあ知ってるよとか、あと米軍系ですよね、また米軍界って感じなんですけども、日本人って大体米軍好きやからね、米軍仕様って言われた瞬間キュンってするんですよね。でまあそんな感じのねブランドがあるので第3位ということになってるんですが、そちらの第3位というのがブリーフィング、どっちかわからないですけど、ブリーフィングというブランドになっております。まあ、これはね、さっきも言ったんですけど、米軍がモデルかな、なんかそういう感じになってるので、ちょっとさっきの、ミステリーランチとかにちょっと近い感じになってると思うんですけど、なんか最近ゴルフラインとかも出たらしいので、まあ、お好きな方お好きかなと思うんですけど、これはあんまりまだ数出てなかったんで、まあ、リュックはおそらくこんな感じのリュックなんかなと思ってたりはするんですけども、まあ、この辺ね、3位4位のミステリーランチにしても、この、何でした？ブリーフさんとかに
してもそうなんですけど、結構なんていうんですかね、アウトドアが好きでコテコテな人にハマる人にはめっちゃハマるけど、全くハマらへん人にハマらへんというめちゃくちゃ両極端な力じゃないですか。趣味思考がはっきり出てるような感じやから、いや僕ブリーフ好きやなという方からしたらね、あたまんねえなってなってくるやろうし、いやコテコテなんちょっと主婦で合わせれませんわって、特に名前がブリーフ、いやいやいやちょっとそこのブリーフ取ってなんて言いづらいやんか、えブリーフですかみたいな、えブリーフっていう名のリュックやねん、正式名称はブリーフィングやねんけども、ブリーフって俺が勝手に略してるだけやねんっていう、一時そのやり取りがめんどくさいっていう人もいてるやろうし、いやそれによって面白さが出てくるなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そんなリュックになってるのでね、まあ、そこがどうかなということで、まあランクインしてました。ちょっとねこの辺に関してはちょっとコアな人向けすぎるので、動画はちょっと僕は作らないと思うんですけども、まあ、もしね需要があれば作っていきたいなと思いますが、結構票は多かったんですよね。だからこれはほんまにダークホース的な感じですよね。もう知ってはる人からしたらだと思ったっていうし、知ってへん方から僕みたいな方からしたら、はい、初めて聞いたブリーフねっていう感じだと思うので、まあ、それが第3位ということになっています。では次第2位に行きたいなと思うんですが、第2位というのがグレゴリーのデイパックになっています。もうこれは不屈の名作、もうずっと前から出てる、今に始まったことじゃないですよね。グレゴリーっていうあのマークも大学の時からよく見てたよと、大学生では絶対友達の中で一人は持ってるんですよねなんていうのがこのグレゴリーのカバンですよね。大学生ぐらいからしたらちょっと無理して買ってるカバン、ちょっとこう背伸びして買ってるカバンで2万円ぐらいするんかな、ちょっと無理して買ったけども、まあ社会人の方とか、まあ今回アンケート取ったのは大人の方が背負うリュックやから、まあ、大人の方からしたらまあそんなにめちゃくちゃ高いっていうわけじゃないと思うんですけども、まあ、本当にあの口コミとかレビューとか見てる感じやったら、それこそね購入して何年10年20年経った時に子供ができましたと、で子供に次は譲るんですみたいな感じの持ち方もしてるはる人いてるんですよ。っていうのも昔からあるから、最近出たね10年20年前のリュックじゃなくてほんまに昔からあるようなリュックやから、そういう代々受け継がれていく、ほんでそれがまたこうボロボロになってこうよれていってる感じもまたいいじゃないですか。でまあそんなところでね、まあ昔からあるっていうのと、まあ、もしかしたらこれはあれかもしれないですね、年齢層的にはちょっと年齢層が高い方が、票を入れたかもしれないんですけども、まあ、そういったところでランクインしてるんかなと思います。ちなみに僕の視聴者の方は25から45歳の方が一番このラインっていうのがほぼほぼ6割ぐらいそのラインになってるので、そこが多いんですけども、上の方とかやったらですね、普通に全然65歳以上の方とかもいらっしゃるので、まあ、幅広く見ていただいたりなんかはしております。まあ、ちなみにね高校生の方とかも見ていただいてて、お小遣い貯めて、まあ、数万円のジャケット買ってますとかっていう方もねいらっしゃるので、まあ、幅広く見ていただいているのは、まあ、本当にありがたいなというふうに思います。だから僕もねグレゴリーのように愛されていきたいななんて思って、まあ、その高校生の方が10年20年経った時に、まあ、タクゾーってやつ知ってるかって息子に言ってね、知らん、何そのおっさんみたいな人みたいな、いや実はな昔はなあの人金髪でなペチャクチャちょびひげ生えしな喋っとってんでみたいな、まあ、今でこそなつるっぱげでハゲになってなみっともないデブみたいな体になったけどな、昔はそれなりになシュッと細かってんでっていう話をね、グレゴリーのデイパックのようにしてもらって嬉しいかななんて思いますので、まあ、これからも頑張っていこうじゃないかというところで第2位がおしまいしました。では次ね第1位に行く前にちょっとねランキング外といいますか、ちょっと惜しくもちょっとランキング入らへんかってんなっていうのをね、こう嫁が集計してくれてますので、それ見ながらお話ししていこうじゃないかということになってます。まあ、ざっとね入らへんかったん言っていくと、マムートっていうねセオントラスポーターというリュックがコメントいただいてたり、あとユニクロっていうのも3人ぐらいいらっしゃったりとか、それ以外にはねヤマトミチっていうこれ登山のブランドですよね。それ以外にはね日本のブランドでマスターピース、まあ、ポーターは入ってきたけどマスターピースは入ってこうへんかってんなということで、まあ、マスターピースといえばね僕が嫁と付き合って初めてのクリスマスの時にリュック確かプレゼントしてもらったと思うんですけども、それはねまたちゃんと家にもありますよ。捨てたら怒られるからね、僕結構物をパン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 捨てていったりとかするんですけども、そうしたら怒られますので、マスターピースはちゃんと残しているというのがあったりだとか、あとはまあニクソンとかね、まあ、この辺はね大学生とか持ってたりすると思うんですけど、それ以外にモンベルとか、このまあブレードもありますけどブレードもほぼほぼ票は入ってないですね。あとまあノースフェイスのカバンとかもあったけどそれもほぼほぼ票入ってないし、この後ろに入ってるバンダナ柄のねホットショットっていうのも票は入ってますけど、まあ、そんなに対して数多くは入ってなかったんで残念だなというのと、あとはこれシャトルも入ってないです
ですね。シャトルもあんまり票は1票2票ぐらいしか入ってないし、で後ろのねアロー22とかもね全然票入ってません。この辺は意外やったなと思うんですけど入ってないし、あとシュプリームとかマンハッタンとかもあったりしますし、パタゴニアとかもあったりするけど、まあ、あんまりほぼほぼ入ってないですね。はい、というのがね、番外編ということになっておりまして、では第1位に行こうじゃないかと。で第1位はじゃあ今までご紹介したみたいなブランドではなくて、もう正式名称でこれですと、ブランドじゃないですこれですっていうのがもう出てるんですけども、それが何かと言いますと、あの名作なんですよね。では第1位というのがこちらのアークテリクスのマンティス26になってます。これもズバ抜けて票入ってますね。めちゃくちゃ票入ってたでいうことで、まあ、おそらくこの僕の視聴者の方やからっていうこともあるかもしれないんですけども、やっぱり僕がねご紹介していたリュックの中で僕個人としてもかなり上位に入ってくるようなリュックですし、使い勝手は本当にもう申し分ないんですよね。まあ、唯一ちょっと欠点があるかなというところで思うと、今僕使ってるリュックとかいったら防水のリュックなんですけど、これはね防水ではないので、まあ、雨にはちょっと弱いっていうところは、まあ、電子機器持ち歩き張る方とかはちょっとどうかなと思ったりするんですけど、まあ、それ以外の方やったらね全然全く問題ないし、使い勝手めちゃくちゃいいし、それは第1位に入るやろうなっていうのはねこれ納得するんですよね。ああそれは第1位ですわと。これ正直おすすめして恥ずかしいことないんですよね。まあ、もちろん用途にはやりますよ。外で普段おるって方やったらちょっとこれは雨とか降ったりしたらどうなんかなとかって思ったりするけども、まあ、普段普通に電車乗ったりとか、まあ、建物の中デパートの中歩いたりしてるとかその程度やったら全然問題なかったりするんで、このマンティス26は、ランキングがズバ抜けて入っておりました。やっぱそれ以外にもねこの肩のとこにかかるこのクッション、このクッションとかも結構しっかりしてくれてるんですよ。でそれでいてアークテリクスの中では比較的値段が高くないんですよ。っていうのもアークテリクスのリュックってこの横にあるのとかこの後ろにあるアロー22とかはだいたい3万円ぐらいするんですよね、正規のお店で買うと。まあ大体正規で買ってくださいよ。これリュックめちゃくちゃ偽物多いから、リュックだけじゃなくてアークテリクスはやっぱ正規で買ってほしいんですけど、まあ正規で買ってほしいって僕別に誰でもないですけどね、正規で買った方がいいかなと思うんですけど、まあ、これももちろん正規で買ったんですが、この正規でねマンティス26に関しては買ったとしても確か2万円いかんかったと思うんですよ。って考えたら大人がリュック持つ時に2万円以下で買えるってまあまあコスパいいじゃないですか。ほんでまあそれもねすぐボロボロなるとかやったらまあまあどうかなと思うけど、まあリュックってそんなになんか1ヶ月2ヶ月でへたるようなもんじゃないじゃないですか。まあほんまに数年ともすればさっきのねデイパックのグレゴリーじゃないけども子供にまで渡せれるって考えたらそれが2万以下で買えるってめっちゃ安いじゃないですか。というところで、まあランクインしたんかなというところが、まあ皆さんのね、意見いただいたのを代弁してみたんですけども、いや他にもっと違う理由あるよっていう方もいらっしゃるかなと思いますが、僕個人的にはそういうところでランキングしたんちゃうかなと思います。まあ、なので、これはね5000名の方がおすすめしているというリュックになりますので、まあ、僕がおすすめしているというわけではないんですけども、やっぱ個人的にもね気になるのっていうのが何個かあったりしましたので、ちょっとその辺をね今後もレビューしていこうかななんて思ってます。ちなみにランキングでもう一回言うところで7位がポーターですね。で6位がアークテリクスのグランウィルで、5位がエア、中田のあっちゃんのね。で第4位がミステリーランチ、米軍のね。で第3位がブリフちゃんね、これも米軍ね。で第2位がグレゴリーのデイパック、親父から子供世代のですね。で第1位がこのマンティス26という結果になっておりますので、まあ、これ気づいてはる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱリュックとかってね時期的なもんがあって、っていうのも洋服ってね季節によって違うじゃないですか。で春夏の服から秋冬の服に行くタイミングのこの間って何も洋服が発売されないんですよね。でこの間の時に大体、まあ、僕も含めなんですけど、まあ、YouTuber の方とかって小物を紹介するんですよ。だからそれがちょうど8月ぐらいですよね。もう T シャツとか半袖もできてもうてて8月から新作なんか出ないんです。でその間ってじゃあ何紹介するのって言ったら、まあ、リュックとかがメインになってきて、去年とかも僕されたんですけどほぼリュックとかばっかり紹介してるんですけど、なんでそんなリュックばっかり前紹介してんのというと新作が出てないからね紹介してるんですけど、まあ、その時期ぐらいになったらまた紹介する新しく購入しようかなと思うのが何個かありましたので、それを楽しみにしておいていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、視聴者5000名の方に聞いたおすすめのリュックトップ7をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。